皆さんこんにちは、心理カウンセラーラッキーです。今回のテーマは絶対やってはいけない自信を失う行動3選ということで、人生で一番大切なもの、それはお金でも時間でもなく間違いなく自信です。自信があるかないかで人生は全く違ったものになります。自分に自信のある人はチャレンジ精神旺盛で、仕事も恋愛もコミュニケーションも順調になり、人生に花を咲かせることができます。なぜそうなるのかといえば、自信とやる気は綺麗に比例するから。あれもやってみよう、これもチャレンジしてみようってね、自分に自信のある人は勝手にモチベーションが上がります。人生にワクワクできるんです。世の中の成功者と言われる人たちも、成功したから自信があるのではなくって、自信があったから成功できたんですね。反対に自信がない人はどうかというと、言いたいことが言えない、自分らしさを消してしまう、誰かのちょっとした一言ですぐにへこんでしまう、何事も自分にはどうせ無理と思ってしまうなど、ストレスの多い不完全燃焼の人生になってしまう。なぜそうなるのかといえば、自信がないと人は臆病になるからです。心理学界の巨人マーティン・セリグマンさんもこう言います。臆病になると人生を無駄にする。たった一度の人生、これではもったいないですよね。どんなにお金があっても、どれだけ長生きしても、自信がなかったらつまんない人生になってしまう。反対に自信がある人は生き生きとしたハッピーな人生になる。だから人生で一番大切なものは自信。自分を信じられる力が一番大事なんです。ではね、自信をつけるにはどうしたらいいのか。方法はたくさんあります。成功体験を積み重ねる、自分を褒める、運動習慣、自己開示。他にもバーッと数えきれないほどやり方はあるのですが、今回の内容は自信をつける方法ではありません。そうではなくて、自信を取り戻す方法。これどういうことかというと、誰でも最初は自信があったんです。自信のない赤ちゃんっていませんよね。同級生みたいに早くハイハイできないとか、こんなよちよち歩きではみっともない。いつまで経っても走れるようになる気がしないとかね。そんな赤ちゃんは世界中のどこにもいない。最初は誰でも普通に自信があったんです。みんな赤ちゃん出身ですからね。誰でも同じくらいに自信はあった。ところが、無駄に自信をなくす行動を繰り返すうちに、だんだん自信を失ってしまう。つまり、自信を失う行動をやめれば、自然と自信を取り戻すことができる。元の自分に戻れるんです。というわけで今回は、自信を失う行動を厳選して3つご紹介させていただきます。自分に当てはまるものがないか、ぜひチェックしてみてくださいね。というわけで、自信を失う行動のまず一つ目はこちら。回避行動。回避行動とは、目先のストレスを避ける行動。例えば、恥ずかしいから近所の人に会っても挨拶しない。怖そうだから部長には相談しない。面倒だからお葬式には行かない。下手だからカラオケは歌わない。なんで放っておいたのと先生に怒られそうだから歯医者に行かない。このように目先のストレスを避けたり、先延ばしにする行動が回避行動。回避行動を続けていると、そのことがますます苦手になります。挨拶を避ければ挨拶が苦手になる。部長を避ければ部長が苦手になる。歯医者を避ければますます歯医者が苦手になる。精神的なハードルが高くなり、簡単にできるはずのことができなくなってくる。すると、こんなこともできない、ダメな自分という悪い自己イメージができてきて、自信を失ってしまう。さらに、自信を失うと、今度は人と話すのがストレスになります。電話がかかってきても出たくないとか、スーパーで知り合いを見かけたら避けるようにして歩いてしまうというようにね、何気ない日常ですら怖くなる。このように回避行動が新たな回避行動を生み、雪だるま式に自信を失っていく。下手をすれば心を病んでしまうというわけです。最初は恥ずかしいから、面倒くさいからというほんの小さなことから始まって、だんだん取り返しのつかないことになっていくんですね。これを聞いて、あ、私やばいかもと感じた方もいらっしゃるかもしれません。ではね、回避行動の悪循環から抜け出すにはどうしたらいいのか。それがこちら。回避行動を回避する。当たり前ですけど、恥ずかしくてもトライしてみる。面倒でも先延ばしにしないということですね。ただね、これが難しいんです。
何せ回避行動の多い人は逃げ癖がついちゃってますからね。癖はほとんどが無意識だからそう簡単には治らない。回避行動を減らすための複雑な方法もありますが、ここではもっと簡単な方法を一つご紹介させていただきます。その方法とはシンプルな言葉を持ち歩く。例えば勇気、挑戦、迷ったらやる、逃げない、笑顔で挨拶など何でも OK です。自分にはこれが足りないなと思う言葉をお守りのように一つ心に持ち歩く。例えばですけど、ここの笑顔で挨拶という言葉にしたのなら、ご近所さんに笑顔で挨拶してみる。職場でも積極的に挨拶してみる。お地蔵さんにも挨拶してみる。今まで挨拶を避けてきたのであれば、最初はぎこちないかもしれません。勇気がいるかもしれません。でも大丈夫。人間は慣れの生き物。すぐに慣れて平気になります。平気になれば挨拶だけでなく、気の利いた話もできるようになってくる。そうやって自分の成長を実感することで、だんだん自信が戻ってくる。すると不思議なもので、何か一つのことで自信がつくと、その自信は他の領域にも広がっていきます。次はあれをやってみよう。これもできるかも、と興味の幅が広がってくる。そうなればもうこっちのもの。新しい経験が増えることで、加速度的に自信を取り戻していけると思いますよ。というわけで、自信を失う行動の二つ目はこちら。成長が止まっている。これは簡単な話です。植物は成長してるときは生き生きしてるけど、成長が止まった途端に枯れていきます。人の心もこれと全く同じ。成長しているときは生き生きしてるけど、成長が止まった途端に枯れてしまう。例えばプロ野球選手であっても、スランプや怪我などで成長が止まってしまうと、あっという間に自信を失います。一方、少年野球であっても、成長している子供は自信満々でいられます。そろばんで1級が受かった子も、10級が受かった子も、同じくらいに自信は高まります。結局、自信というのは能力の問題じゃないんですね。自分が今、成長しているかどうかで決まるんです。日々成長している実感さえあれば、どんなレベルであれ自信満々でいられるということですね。では、自信をつけるためには何を成長させればいいのか。これはもう何でもいいです。読書、資格取得、筋トレ、ダイエット、趣味、お化粧、料理、副業、瞑想、何でも OK。例えば本を全く読んだことのなかった人が本屋に行って仕事に役立ちそうな本を一冊買ってくる。これだけでも大きな成長です。100メートル走るのがしんどかった人でも、ジョギングを1年間も続ければ、思っても見なかった距離を走れるようになります。1年前の私と今の私、全然違うってね。この成長している実感が心のビタミン、大きな自信につながります。そういえば最近成長していないなと感じている方は、どんなことでもいいですからね。成長できることを見つけて、ぜひ日々取り組んでみてくださいね。というわけで、自信を失う行動の3つ目はこちら。自己主張していない。例えば、友達の誘いを断れない。セールスの電話に、うちは結構ですと言えない。本当はラーメンが食べたいのに、何でもいいよと言ってしまう。無茶な要求に、無理ですと言えずに苦笑い。自己主張せず、周りの人に合わせてばかりいたら、自信を失ってしまうのは当然の話。ではね、なぜ自己主張できないのか。なぜ無駄に気を使ってしまうのか。それは、人に嫌われたくない、相手を不機嫌にしたくないという恐れの気持ちが強すぎるからです。これらの恐れの気持ちは、そのほとんどが幼少期の親との関係で気づかれると言われていて、その名をドライバーと言います。つまり、このドライバーをぶっ壊さない限り、いつまで経っても自己主張できない、自信を持つことはできないということですね。では、どうすればドライバーを壊すことができるのか。いい方法があるんです。ゲシュタルトの祈り。祈りとは言っても変な宗教ではないのでご安心ください。ゲシュタルト療法という心理療法の創設者、パールズさんが作った詩です。詩。これを毎日読むだけでドライバーが壊れてくる。みるみる自信がついてくるという不思議なものです。僕も毎朝読んでいます。文字が小さいですけど、ちょっと読んでみますね。私は私のことをする。あなたはあなたのことをする。私はあなたの期待に応えるために生きてるわけではない。そしてあなたも私の期待に応えるために生きてるわけではない。私は私、あなたはあなた。
もしも偶然私たちの心が触れ合うならば、それは素敵なことだ。もし触れ合えないとしても、それは仕方のないことだ。このゲシュタルトの祈りに出てくる、私は私、あなたはあなたという考え方は、アドラー心理学では課題の分離と言います。例えば仕事を押し付けてくる先輩に、それは無茶ですよと言うべきことを言うのはこちらの課題。それで先輩が怒るかどうかは先輩の課題。先輩の課題だからこちらは何も気にすることはないですよというのが課題の分離。でね、課題の分離ができてくると、ちゃんと自己主張できるようになる。失った自信を取り戻すことができる。そして課題の分離を簡単に身につけられる方法が、このゲシュタルトの祈りというわけです。僕自身の話で恐縮ですが、こうして YouTube やブログを投稿していると、皆様から嬉しいお便りをたくさんいただいて、心から感謝しているのですが、その反面、明らかに嫌がらせのようなコメントや、イチャモンのようなメッセージも来たりするんです。でもね、僕にできることは、少しでも役立つ情報を分かりやすくお伝えすること。それが僕の課題。僕の話を聞いて、喜んでくれるのか、腹を立てるのか。それは相手の課題。僕にはどうすることもできない。悩むだけ無駄。こういうふうにね、しっかりと課題の分離ができていないと、とてもじゃないけど自信を持って情報発信はできないし、怖くて自分の意見も言えないんです。そのために僕は毎朝ゲシュタルトの祈りを読んでいるっていうわけです。皆さんも経験がありますよね。人を褒めたら嫌味ですかと言われたとか、人に親切にしたら大きなお世話だと怒られたとか、相手が不愉快になるのはこちらの問題ではなく相手の課題。そんなことをいちいち気にしていたら何にもできなくなってしまいます。自信も失っていきます。でもゲシュタルトの祈りを知った皆さんはもう大丈夫。自己主張の苦手な方や、つい相手の顔色を伺ってしまうっていう方には、ゲシュタルトの祈りがものすごく役立つと思います。思い当たる方は書き留めておいて、ぜひ毎日読んでみてくださいね。というわけで今回のまとめです。自信を高めるより、もっと大事なことは、失った自信を取り戻すこと。自信を失う主な原因はこの3つ。失った自信を取り戻す方法は、今回ご紹介しました通りです。失った自信を取り戻せば、モチベーションが上がります。顔つきや声のトーンも変わります。仕事、恋愛、人間関係も順調になります。自分らしく生きていけます。自信は人生の土台。お金や時間よりも大切なものです。心当たりのある方は、ぜひ自信の回復に取り組んで、今よりもっと生き生きとした、充実感あふれる毎日を手に入れてくださいね。というわけで今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様に感謝して終わりたいと思います。